香川県高松市こと田、長尾線交換。高松東バイパスは、香川県北郡三木町大和井の上から、高松市上天神町に至る、国道11号のバイパス道路。高松東バイパス下り線終点、佐野木三木インターチェンジ入り口直前の、道路案内看板及び道路表示。奥に終点部である、佐野木三木インターチェンジ。右側車線が右折専用で、 有料道路区間への導入が左車線側であることがわかる旧高松東道路のうち有料区間になっていなかった一般部のさぬきみきインターチェンジ前交差点から上天神町交差点にかけてを指す。全区間において中央分離帯には高松自動車道の橋脚が立っており、東道路は直上二高下部としての高速道路が通る二層構造となっている。ただし、 三木町部分は森土方式であるためた区間とは様相をことにしている。高松市郊外の東西方向における道路交通の基軸であり、大動脈である。起点では高松自動車道、終点では国道11号本線と空港通り、道中では県道10号高松町尾大内線、県道43号中特造国高松線、 市道上福岡田日下町線といった高松市南部郊外における南北方向の広域幹線道路すべてと交差しており、それら幹線道路の相互接続を担う機能もある。終点の上天神町交差点には渋滞緩和を目的として地下道路が設置されているが、平日朝、夕の通勤時間帯、休日は付近の大規模商業施設への交通によって、 地下道でもさばききれない、交通量が複層市付近は混雑する。交通量は、さぬき東街道が交差する東、山崎町交差点を境に大差があり、西側は一日中多いが、東側は大きく減少する。レインボーロード同様、ロードサイド型店舗の多い道路でもあり、東バイパス店を名乗る店舗が多数見られる。この道路と交差することでん、琴平線、 長尾線との交差点にはかつて踏切があった。共に鉄道側が高架化され、踏切は撤去された。吉田側から春日川側にかけての約1 2トル区間では本線に加えて、副道が設置されており、通過車両と流入、流出車両の交通が分離されている。この区間では、 本線6車線複動2車線の計8車線分に相当する規格の高い道路となっているが、この区間は交通量が比較的少ない東部区間にあり、交通量が激増する。これ異性の区間に複動が設置された部分はなく、通過車両とロードサイド店や脇道に対しての流入、流出車両が混在している。高松市に発着する高速バスのほぼべてが、夢タウン高松バスターミナルから、 高松中央 IC 間でこの道路を利用し、多数の高速バスを見かけることができる。一方、一般路線バスは、ことりんバスのショッピングレインボー循環線が一部区間を運行しているのみである。2008年12月2日に、国土交通省はこの道路について、高松自動車道、高松東インターチェンジ等の4車線化が完了した時点で、 香川県に関する方針であることを地方文献改革推進委員会に報告した。この道路の特徴はその区間ごとによって交通量の開きが非常に大きい点であり、西側から東側に行くにつれ交通量が減少していく傾向にある。最も交通量が多いのはサンフラワー通りが交差する大田下町交差点から終点の上天神町交差点までの区間で、 この区間の混雑度は設計時の交通要領である1.00を超えている。また、前回調査時の2005年と比較して、大田下町や雑川では地点に存在したことで、琴平線踏切の高架化によって混雑度が改善している。この区間は大田第二土地区画整理事業による道路整備によって多くの郊外型商業施設が立地したが、2005年時点では、 休日の余暇車両が起こす混雑よりも平日ラッシュ時に通勤車両が起こす混雑の方が大きかった。この区間の東端である佐古東交差点では高松中央 IC への流入、流出車両が存在するため、ここを境に伊東では交通量が減少する。そこから東山崎町交差点までも一つの区切りになっており、東山崎町交差点で交差する。 佐抜東海道は、香川県東部の内陸方面へのアクセス時である、県道10号高松町尾大内線バイパスであり、また、高松市街地形成外環状線の一角をなしているため多くの交通がここから流出し、ここを境に、伊東は交通量が一気に減少する。そこから東へ向かうと、さらに交通量は減少していき、 三木町中心部へのアクセス時である県道42号、小見の前田あずま線が交差する香川大学医学部北交差点では多くが流出するため、伊東は上下6車線から4車線に変わり平日1日、あたりの交通量が1万台にも満たない。ありがとうございます。